豊田佐吉、豊田佐吉、豊田崎地、1867年3月19日、慶応3年2月14日から1930年、昭和5年10月30日は、日本の発明家、実業家、豊田式木鉄混成力食器、豊田式気力食器、無停止被害式自動食器、G 型自動食器をはじめとして、生涯で、発明特許84件。 外国特許十三件、実用新案三十五件の発明をした。豊田防食、現豊田防食、豊田防食,食省、豊田自動食器製作所、現豊田自動食器を創業、豊田グループの創始者である。豊田佐吉は、慶応三年、千八百六十七年に、東都海国、浜名湖の西にある敷地郡山口村、現在の静岡県湖西市で、父、行吉、 母、A の長男として生まれた。豊田家は生吉が、百姓の傍ら大工で生計を立てていた。佐吉を頭に三男一女の子供と両親の六人が、豊田家の家族であった。豊田家は裕福ではなかったが、とても貧しいということはなかった。佐吉は幼い頃、寺小屋へ通った。その寺小屋が加藤小学校として開設されると、佐吉は4年間中学して卒業した。 まだ学校に行けない子供の方が多い時代であった。佐吉の弟たちも小学校に通った。そして、豊だけでは一人の子供も方向に出なかった。当時の山口村の中では少しは余裕のある家庭であった。佐吉は小学校を卒業した後、父について大工の修行を始めた。だが十八歳の頃、教育も金もない自分は、発明で社会に役立とうと決心し、 手近の敵食器の改良を始めた。佐吉は、生涯、発明という夢を追い続けた。そして、青年時代は放浪と出本を繰り返した。19歳の時、佐吉は、同じ大工見習いの佐原五郎作を誘い、家出をした。二人は、徒歩で東京まで行った。しかし観光ではなく、佐吉は工場ばかりを見て回った。 二十三歳の時は、上野で開催されていた第三回内国官業、博覧会を見るために上京した。目的は、外国製の機械と、ガウンタッチの発明品を見たかったからである。この二回の家出をはじめ、青年期の佐吉は一箇所に長く泊まることがなかった。彼はひたすら各地を回り続けた。家を飛び出した、若い佐吉が頼りにしたのが、豊橋の母方のおじ。 森重次郎であった。その家には、同年代の重邸、米次郎もいた。また、佐吉はフラット終わりの企業地へ出かけることもあった。木曽川町玉野井で1889年、明治22年、佐吉が一年間ほど、津谷家と田上の有力旗屋に寄遇し、研究したことが、調子に記載されている。また、稲沢市下津においては、野村食工場に滞在して、 バ端機の改良装置を試作したと伝えられている。また、東京は浅草街専族に住んでいたときは、埼玉県の企業地のわらびまで足を伸ばし、高橋慎五郎を訪ねた。下郡大塚川村の七代目、石川東八に巡り合うまでは、佐吉は発明のヒントを探すために、全国各地どこへでも出かけていった。納屋へ閉じこもって、もっぱら食器の改良に集中した。 佐吉の発明生活は極めて険しいものであった。佐吉自身の語るところによると、それは次のようなものであった。日本では、千倍特許条例が1885年、明治18年4月18日に交付、7月1日に施行された。それまでは、発明されたものが保護されることはなかった。1877年、明治10年に開催された第一回。 内国官僚博覧会において、ガウンタッチは、手回し式防機の発明で、最高の賞である、大取門賞杯を受けた。しかしその発明品は真似され、ガウンには全く利益がもたらされなかった。このことを機に、日本でも、特許の必要性が認識された。佐吉に関する書物や研究で、この専売特許条例を説明する際に、ほとんどの本で登場するのが、佐田先生である。 しかし、この、佐田先生は、与良松三郎が、発明物語豊田食器王の中で、特許例の説明のために作り出した人物である。このフィクションが巧みであったため、その後、研究者までが実在の人物のように扱うようになった。佐田先生は、全くの架空の人物である。そのため、重要であるにもかかわらずフルネームではなく、下の名前がない。 特許の恩恵を最も受けた発明家が豊田佐吉だと言われる。それまでの日本では技術や知識は門外不出、一子相伝であった。佐吉はそのような古い考え方を改めなければならないと考えた。彼は発明した技術を広く知らせて誰でも使うことができるようにするのが特許であると理解したのである。佐吉の老い豊田英治の 私の履歴書によるとという、佐吉と喜一郎の研究スタイルはかなり違っていた。佐吉は職人的な感と努力で、喜一郎は科学的な分析から発明にたどり着こうとした。だが、この親子は発明という目的の前では、全く他のことは目に入らず、物を作り出すことに最上の喜びを感じる人間であった。研究スタイルは違っていても、息子喜一郎は、 佐吉の遺伝子を色濃く受け継いだのである。木一郎の小学生時代は全く目立たない子供であった。成績も良くなかった。佐吉はそのような息子を心配したり将来を考えることもなく妻の朝子に任せていた。実際、佐吉は息子が学校を降りたら家の工場の仕事でもすれば良いと思っていた。木一郎自身は 父の佐吉をどのように思っていたかはわからないが、表面的には互いに無関心な親子のように見えたことは間違いないであろう。佐吉は数多くの食器を発明した。最後の最大の発明となったのが無停止被害式自動食器である。通常、G 型食器と呼ばれているものである。この食器の最後の研究をし、完成させたのは喜一郎であった。また、 特許の申請も木一郎が言った。それでは自動食器の発明者は木一郎であるかというと、それは違う。佐吉が職人的な勘と努力で作り上げてきた自動食器の最後の問題点を木一郎が科学的な知識を使い完成させたのである。自動食器の発明者はやはり父の佐吉であろう。大きな研究はチームで行わなければ進まない。木一郎は 佐吉と違いチームで研究する知識と才能を持っていた。佐吉が喜一郎に、俺は食器をやったから、お前は自動車をやれと言ったという話を聞くことがある。しかし、そのようなことを言ったという確かな資料はどこにも見当たらない。これは多額の資金とリスクを持つ自動車部門への進出において、社内を抑えるための喜一郎の知恵であろう。 豊田佐吉は二度結婚をしている。一度目は、沢良豊作の三女、民、二度目が、林正吉の長女、朝子である。二人とも、佐吉の生家から、わずかの距離にある集落に実家があった。最初の民との結婚は、1893年、明治26年3月であった。民は、佐吉と一緒に、大工の修行をしていた、佐原五郎作の妹でもあった。 民の実家の佐原家は、佐吉の家よりは裕福であったようである。民の姉たちはそれぞれ地元の有力な家へとついでいた。佐吉と民との実質的な結婚生活は非常に短かった。一緒に住んだのは東京でのわずか10ヶ月にも満たない期間であった。民は1894年、明治27年6月11日に、豊田家で長男、木一郎を産んだ。 佐吉は、その半年も前に出奔し、民が出産した時は家にはいなかった。佐吉は、どこからかともなく戻ってきたが、生まれた子供の名前をつけると、再びどこへともなく、家を出て行った。民は2ヶ月後の8月に、血のみ子の喜一郎を置いて、豊岳を去った。育児放棄をした悪い母親のように言われることもあるが、豊岳と佐原家双方の話し合いの結果であったと思われる。 その後、民は地元の有力な家である土屋家の高吉と再婚した。高吉とは何年かの結婚生活を過ごした後に別れている。ちなみに、土屋高吉の息子、高二郎は1945年、昭和20年12月から1947年、昭和22年3月まで鷲津町長を務めている。民は土屋高吉との離婚後は、 横浜や神戸の外国人家庭の家政婦として働いた。晩年は古西市へ戻ってきた。佐吉と朝子は1897年、明治30年7月9日に故郷で結婚式を挙げた。だが、この結婚の経緯には不明な点が多い。どの資料にも佐吉と林正吉の長女朝子が見合いをして結婚したと書かれている。 しかし、朝子はこれ以前に、名古屋市宝町の豊田商店で既に働いていたし、既に一緒に住み始めていた。豊田や、林や双方に、正式に見合いという手順を踏んだ後に終言をあげたいという思うがあったと推測される。朝子は働き者で、また経理も得意であった。一方、佐吉は発明しか頭にない男であった。だが、朝子は、そんな、 佐吉の足らない面を十分に補った。彼女は小さな工場の奥さんとして振る舞うこともできたし、大会社の社長夫人としても振る舞うこともできた、聡明な女性であった。朝子は佐吉没後、夫の偉大さを伝えることに心血を注いだ。現在、各所に残る佐吉の胸像やレリーフの多くが朝子の手作りである。また、朝子は佐吉の自責をまとめた。 豊田佐吉伝を、与良松三郎の協力を得て、社内の田中忠春に執筆させて、出版をした。愛知県知多郡大塚川村の石川東八家は、代々続く商屋であった。東八家は、年貢米だけではなく、海産物や、面織物も扱っていた。七代目、石川東八は数え年15歳で、東八家に養子に入り、直ちに家督を継いだ。同時に、 石川東八を名乗ったが、本名の松本一松は修正変えなかった。佐吉が、大塚和村の東八家を訪れたのはこの七代目が、当主であった1895年、明治28年であった。佐吉と東八の最初の出会いは、下郡岡田村であった。1889年、明治22年春、佐吉は、先進の食器と、 竹内虎王の技術を知ろうと岡田までやってきた。佐吉は大工見習いとして地元の大工の元締めである岡田屋に住み込んだ。岡田屋から派遣されたのが、カ継どん問屋と共に、食婦工場を営む中島七重門下であった。彼の真の目的は技術を盗むことであった。この時代、技術を真似して盗むことは決して悪いことではなかったのである。一方、東八は、 出バタ職婦によって織られた布を、岡田の貝継ツトンや、竹内玄介山を収めに来ていた。二人の出会いを証明する、確かな資料は見つかっていないが、可能性は大きいと言える。また、東八は佐吉が発明した意図繰り返しの、お得意様でもあった。東八が商用で、名古屋宝町の豊田商店を訪れることもあった。東八は佐吉だけではなく、 従業員の力松とも顔馴染みであった。佐吉は、気風の良い東八を、頼りがいのある旦那さんだと見込んだ。一方、東八は、佐吉の熱意を気に入った。東八は、屋敷の2階の六畳館に、佐吉を居候させ、研究の援助をした。佐吉はすでに力食器の設計は完成させていた。だが、力食器の試作、動力の購入、 そして試運転をするための資金がなかった。東八邸と試験工場は少し離れていた。昼夜を問わず、佐吉は研究室として使っていた佐吉の部屋と試験工場を日に何度も往復した。佐吉は東八家の家族や使用人のいる部屋を通らなければならなかった。そこで東八は二階の佐吉の部屋へ。 玄関横から直接行くことができる専用階段を作った。東八は佐吉が家族や使用人に遠慮することなく、昼夜出入りできるようにと配慮したのである。東八は力食器の発明が完成するための資金と土地、建物を提供した。豊田式木鉄混成力食器は1896年、明治29年11月15日に完成した。 この木鉄混成の力食器を使った工場を作ることになった。翌1897年、明治30年秋、東八の全面的な援助のもと、資本金6000円、食器60台分2400円を投じて、佐吉と共同で、大塚は綿布合号司会社が設立された。この工場から、その翌年の春、綿布が出荷された。 お塚はメンプでおられた製品を検査した、三井物産東京本社の検査係は、その優秀さを認めた。この時から、豊田と三井が強く結びついた。三井は豊田をパートナーとして支援し、保管する関係が始まった。東八はこの後も、佐吉を側面から援助し続けた。佐吉と東八の二人の友情は深まり、やがて義兄弟のちぎりを結ぶ。 そしてもう一人、佐吉に惚れ込み支援し続ける人物が現れた。後に、講和宝石となる、ハットリ商店のハットリケンサブロである。この三人の中の良さを称して、立派な床の間に並んで飾られる三幅の掛け軸のように、三の体の中と例えられた。名古屋の料亭、花月で、毎晩のように飲み明かす三人の姿があったという、話が伝わっている。 佐吉は東八が亡くなった後もその恩を忘れず、東八家との信仰は続いた。佐吉夫婦は、東八の法要には必ず出席をした。その際には、乗ってきた人力車を一丁ほど前で降りて、歩いて、東八邸の門まで来たと言い伝えられている。豊田、豊田は大番頭と言うべき優秀な人物を多く、輩出した。岡本藤次郎、石田太蔵。 神谷正太郎、そして奥田博志らである。だが、彼らより以前に、佐吉を支え、佐吉の夢の実現に努力した、大番頭と呼ぶにふさわしい人物がいた。それが、西川修二である。西川は1881年、明治14年12月2日、愛知県厚見郡に川町三津家で、西川十吉の次男として生まれた。朝子とは遠石であった。は、 市販学校卒業後2年間、方校の教師生活を務めた。その後、佐吉の要望で、蔵前にあった東京工業学校、現東京工業大学防職科へ入学した。卒業後、佐吉に仕えた。だが、その直後から佐吉に訪れた大きな西連に、修二も一緒に巻き込まれた。佐吉は、豊田式食器株式会社、現宝和工業の常務取締役を、 事実上解任された。失意の中、佐吉はアメリカで永住する意志を持って渡米することになった。この渡米に唯一同行したのが秋次であった。佐吉はアメリカ滞在中、アメリカの食器より自分の作った食器の方が優れていると確信した。また、ニューヨークで高峰上吉博士に会い、アドバイスをもらうとより自信を深めた。彼は本意し、帰国することにした。 佐吉は、キロヨーロッパを回り、8ヶ月ほどの外国滞在で、下関へ船で帰ってきた。しかし、修二はアメリカに残った。佐吉に、特許や食器そして、経済環境を調査するように言われ、2年5ヶ月にも及ぶアメリカ滞在となった。修二が帰国するや、佐吉と東八で結婚話を決めた。相手は、東八の林家、石川又四郎の娘。 タツであった。卓地と卓地の新婚生活は、佐吉の家族と同じ工場の中であった。佐吉は卓を呼ぶとき、親しみを込めて、お達さと呼んだ。その後、佐吉と卓地の活躍の舞台は、上海へと移っていく。卓地は、国内での仕事が中心である佐吉に代わり、上海の豊田紡食省での実質的な経営者として、佐吉を支え続けた。 1930年、昭和5年に、佐吉が亡くなった後は、佐吉の夢の実現を成功させようと、ひたすら頑張った。修士は木一郎が自動車製造に乗り出した時、き、木一郎さん、上海からできる限りの支援をしますと言ったと伝えられている。彼は、大大将、佐吉の夢、息子、木一郎の夢を支え続けた。1918年、 大正7年に佐吉は上海へ渡った。海外への進出は彼の長年の夢であった。すでに上海宝石、内外面という大手の会社は上海で工場を創業させていた。しかし、社内からは強い反対があった。この年の1月に豊田宝職を株式会社に改装したばかりで海外へ力を注ぐことを心配したのである。だが、佐吉は 三井物産の支援もあり、進出を決断した。この時進出を渋る親族を説得する際に語った、障子を開けてみよ、外は広いぞの格言は有名である。翌1919 19年、大正8年には修辞を伴い再び、中国に渡航し、上海に滞在した。三井物産の古市務の尽力もあり、上海での工場建設にこぎつけた。 1921年、大正10年には、豊田防食省として、本格的に稼働を始めた。ようやく、日本から進出した、企業軍、在家防の一員となった。佐吉は中国での指定として、ドイツ人の住宅を購入した。個人の家というより、城のような異様を誇る、大邸宅であった。それは、従業員を住まわせるという目的もあったが、 立派な企業の社長であることを示す必要もあったからもある。しかし、順調なトヨタ防食区省の創業に反し、上海では1924年、大正13年に入ると、反日運動や日課排斥運動が激しくなった。一部、暴動にまで発展する工場も出てきた。ストライキを主導するグループと警察の間で衝突が起こり、死傷者も出た。 在家防災大の内外面をはじめ、ほとんどの工場が休業に追い込まれた。唯一正常な創業を続けていた豊田防食省にも暴動が起こり、一名の死者と多数の負傷者を出した。この時、日本国内で軽い中風発作で静養していた佐吉は、周囲の反対を押し切り、上海へ駆けつけた。佐吉は1930年、昭和5年に亡くなるが、 中国での事業はその後も、リサブロー・キイチローの手により発展し、豊田防食省の第二工場、チンタオ工場の建設をして、増産を図った。また、国内で生産するようになった自動車の販売のために、カチュウ豊田自動車を設立した。海外への進出という佐吉の夢は、後継者によって着実に受け継がれた。佐吉は、日本人もまた、 中国人の心持ちの真相を理解することじゃ、その相互の理解が一致して、提携となり、神前となり、親守補者の関係がここに出来上がるのじゃと述べたとされ、文化財に指定されている上海豊田防殖省、記念館は日中友好のシンボルとなってる。二宮尊徳が実践したことを、継承者が広めたものが、法徳思想である。法徳思想は明治期になり、 宝徳者が各地に組織されて大きく広まった。特に静岡県では岡田良一郎により宝徳者が県下に多く開設された。佐吉が生まれた湖西地区や湖北地区を置いても石原帝蔵や袴田孫兵という有力者によって宝徳者が作られた。宝徳思想では姿勢、勤労、分度、水上を行うことが重要とされた。これは 経済と道徳の融和を訴え、尻死欲に走るのではなく、社会に貢献すれば、いずれ自らに還元されると説く考え方であった。豊田家においても父のき吉は、熱心に、法徳思想を信じて実践した。佐吉自身も自らの基盤として、法徳思想を行動の原点としていた。佐吉がもう一つの心の拠りどころとしたのが、日蓮宗である。代々の豊田家の菩提寺は、 日蓮宗日十文流八別格本山の一つである妙律寺であった。そのため小さい頃から日蓮宗は身近な存在であった。妙律寺には父のき地が寄付したことを記した大きな寄信版が掲げられている。日蓮宗の持っている現世救済の精神、あるいは国家主義的な教えを佐吉は常に心の中に持っていたと考えられる。 豊田理三郎、豊田喜一郎らが佐吉の威嚴としてまとめ、没後六年目の命日に発表されたのが豊田綱領である。1992年に豊田綱領に代わって豊田基本理念が発表された。これは現代にあった言葉に改められたものであるが豊田綱領の精神を受け継いだものである。豊田家は皇室や有力政治家と結びつくような刑罰作りは、 してこなかった。佐吉は兄弟、子供たちの結婚はすべて妻の麻子に任せていた。そのため、初めの頃は、佐吉と麻子の故郷の古才地区から、結婚相手が選ばれることが多かった。次第に会社が大きくなるに従い、企業同士の付き合いの中から決まることが多くなった。佐吉の長女、愛子の夫の李三郎は、伊藤忠商事マニラ支店に勤めていた。 エディートサラリーマンであった。兄、小玉一蔵と佐吉の個人的な信仰から結婚話が決まった。当初、李三郎は乗り気でなかったが、愛子と見合いした際にその美貌に見せられて成立したと言われる。佐吉の長男、喜一郎の妻は、京都高島屋四代目、飯田新七の三女、二十四である。この演談をまとめたのも、自ら、 見合いが趣味という小玉一蔵である。両家とも起業家として発展途上にあり、沿岸和としては釣り合っていた。ちなみに、二十四という名前は二十世紀に入った一九百一年一月に生まれたので、父の新七が新しい時代にちなみ名付けた。佐吉の孫、昭一郎の妻の広子は、三井財閥三井十一家の一つ、伊沢五家の三井校長の三女である。 財閥と結びつくというより、豊田と三井物産、三井銀行との強い関係から考えられた婚姻と思えれる。もう一人の佐吉の孫、達郎の妻の綾子は、清水組、原子水建設社長の清水康夫の娘である。原社長、秋代の妻の優子の父は、元三井物産副社長の田淵守である。その他、英の妻、やの子供たちも、 鈴木商店、安藤商店、リナックスという企業間の付き合いの中で決まった結婚が目立つ。トヨタの社風と同じくあまり目立った派手な刑罰作りは避けているようである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。